入学シーズンのこの日、町内の中学校で入学式が行われました。新たに一本松中学校に入学した20人は制服に身を包み、緊張と期待に胸を膨らませながら式に臨みました。式では中井校長や来賓の挨拶のほか、先輩からの歓迎の言葉、新入生からの誓いの言葉が述べられました。先輩方ともたくさん関わって仲良くもなりたいし、充実してみんなで笑顔な学級を作って3年間過ごしたいです。部活でバレーボールをしてみんなとたくさん関わったり、新しい仲間と共に頑張りたいです。親友が別の学校に行ってしまったので、そこに行ってまた親友と会いたいなとは思ってます。新入生にとって新しい環境に慣れるまで時間がかかるかもしれませんが、それぞれが目標を掲げながら新たな学校生活の一歩を踏み出しました。